マトヤカキは、三重県島市のマトヤ湾で生産されるカキである。2001年に三重ブランドに認定された。佐藤忠夫蔵マトヤ地区でカキの養殖を始めたのは、水産学者、佐藤忠夫である。1927年、佐藤は、真珠養殖イカダに付着して成長するカキを偶然、発見し、養殖に乗り出す。翌年には、マトヤでは、 当時の他の産地より牡蠣の生育が早く養殖に適することが分かり、商業化に踏み切った。この時、佐藤は水カ式養殖法を確立し、産地直送方式を採用した。当時、水カ式養殖法は画期的であったため、全国にこの養殖法が伝播し、1935年頃には供給過剰となって、牡蠣の価格が大暴落した。しかし、 マトやカキは産地直送方式であったため、市場価格の影響を受けずに済むこととなった。第二次世界大戦中は食料増産の意味もあり、真珠の養殖が抑制された一方、カキの養殖は奨励された。このため、マトやカキの生産口も増加した。戦後は一転して、真珠養殖が奨励されるようになり、カキの養殖口は減少した。これにはアメリカ軍が 日本のカキは不衛生だから食べないように都市地を出したことによるという。この言葉を聞いた佐藤は再び奮起し生でも安心して食べられる無菌カキ作りの研究を開始する。1945年紫外線で殺菌した海水を利用したカキの浄化法を考案1955年にオゾン紫外線併用殺菌海水装置の特許を取得した。この技術は マトやカキのブランド力を一層高め、欧米にも知られることとなった。2001年、三重県の地域ブランド、三重ブランドの第一号認定の際に、松阪牛、伊勢エビ、真珠、アワビなどの産品とともにマトやカキも認定され、2008年に更新されている。認定事業者は口述する、佐藤養殖場一社のみである。佐藤養殖場マトやワン用霊研究所有限会社。 佐藤養殖場は、的や柿を生産、販売する唯一の業者で、本社所在地は、三重県島市磯部町的屋889である。紫外線殺菌海水による浄化技術を確立し、正常的や柿として販売している。島市営的屋駐車場の近くに、本社兼養殖場がある。 地元の島市立的屋小学校の児童を総合的な学習の時間の一環として行われる体験学習で受け入れていた。県道47号を挟んで向かい側に設置されている的屋湾用霊研究所は佐藤忠夫が季養殖の研究のため1930年に設立した施設研究機関で国際連合の衣服公認研究機関である。 水加式養殖法現在のカキ養殖は、養殖以下だから釣り下げてカキを養殖する水加式養殖法が一般的になっているが、これは佐藤忠夫が開発した技術であるとする説があるが、佐藤より早く開発されていたとする遺説が多く存在する。水加式以前は、長寒体に竹製の棒を突き刺して、違いを付着させることで自然に生育するのを待つものであった。 これに対し水化式は海中に違いを吊り下げて生育させるもので、当時の長官隊でしか蠣は育たないという常識を打ち破った。近年は水化式養殖法を改良し、一度海水から成熟した貝を引き上げて良いものを選別し、イカダから吊り下げた網かごの中に再び蠣を入れて養殖している。産地直送方式当時、蠣出荷時は真水に蠣を浸していた。 これでは、蠣が水を吸ってしまい、風味が落ちてしまう。また市場を通せば、時間がかかるので鮮度が落ちる上、価格が上がってしまう。近年は高級ブランドと認識され、市場価格よりも高値で、取引される的や柿であるが、新鮮で良い商品を早く安く届けるために、ホテルやレストランと直接契約し、海水につけて出荷する産地直送方式を導入することになった。 近年は、約700の取引先のほか、個人消費者にも、産直方式での販売を行った。紫外線滅菌浄化法的や柿の名を知らしめた、技術であり、多くのメディアによって紹介されている。技術開発のきっかけは前述の通り、日本の柿は不衛生だから、食べないようにという言葉である。佐藤はまず、当時欧米で主流となっていた柿の浄化法を調べる。 ことから研究に着手した。すると、サラシコやハイポで消毒していることが判明した。これでは牡蠣本来の旨味を台無しにしてしまうと考え、薬品を用いない浄化法を検討した。牡蠣には1時間に17から20リットルの海水を体内に通過させて餌を取り、20時間で体内の細菌や汚れを吐き出す。修正があることが分かり、 この性質を利用し紫外線を1分間照射した海水の中に20時間入れて滅菌する紫外線滅菌浄化法が考案された。なお、使用する海水は流水式で牡蠣が吐き出した汚水を再び吸収しないように工夫されている。後にこの技術は三重の牡蠣安心システムとして三重県の生殖用の牡蠣の出荷の際の標準となり、 村村柿の浄化にも利用されることになった。以下の表のデータは、磯部町市場館による参考移設も多い。注釈にお参照。1923年に神奈川県で開発されたとする説。沖縄県出身の宮城新章が宮城県石巻市万国浦で開発したとする説。1926年に開発されたとする説など、式養殖法に関して、 養殖研究所研究専門委員、杉山元彦は、同研究所のウェブサイトにおいて、イカだしき水海養殖法が対象から昭和の初めにかけて事業化されと述べているが、具体的な開発者や都市付き日には言及していない。ありがとうございます。